災害現場での救助、家庭内での補助、そしてサッカー、さまざまな状況で活躍する最先端のロボットによる競技会ロボカップ。今回で12回目となるロボカップジャパンオープン2011が5月3日から5日大阪で開催されました。ロボカップはですね、2050年までに、自立型のヒューマノイドロボットと、ワールドカップのチャンピオンチームがサッカーで対戦して勝つっていう大きな目標を掲げまして、その目標に従って開発する技術が、社会貢献できるような、そういうのを目指した、世界的なプロジェクトになります。ロボカップといえばもちろんサッカー。人間が操作するのではなく、自分で周りの状況を判断して動く自立移動型ロボットを使ってサッカーの試合をします。形と大きさで分けられた5つのカテゴリーとパソコン上のバーチャル空間で戦うサッカーシミュレーションリーグが行われました。去年はそうですね、残念ながら最下位だったんですけど、それをバネにして今年もみんな一人ずつもう頑張りして、ロボットを一から作り上げてるんで、もう全て下から上まで全部手作りでいろいろ考えながら作るのが本当に難しかったですね。今日大会ですか？もちろん優勝です。工芸アルベイン、勝つぞ！ボールを追いかけるユーモラスな姿にチームメンバーも観客も盛り上がりました。キッチンやリビングルームなど日常生活の場でロボットがどう役立っていけるのか、そんな可能性を探る競技がロボカップアットホームです。次々と新しいデバイスが開発されることによって、この分野は飛躍的に進歩しました。そして今大会最も注目を集めていたのがロボカップレスキューです。ロボカップサッカーで開発された技術を地震や大きな災害時の人命救助に生かしていこうというのがこのロボカップレスキューです。阪神淡路大震災をきっかけにですね、ロボット技術を、その被災者探索に使えないかという部分がありまして、そこからですね、このロボカップレスキューです。ご覧いただいた通りですね、いろんな障害物があるんですが、これもただ置いてるわけじゃなくて、いろんなものを想定してこういった障害物を作っています。今回実はキャンセルしたチームが1チームありまして、実はそのチームというのは今原子力発電所の中に入るための準備をしています。でそのチームも実はここからスタートなんです。ここで一つのチームに過ぎなかった方がですね、そういった技術を高めていって、今そういうところができるようなところまで来ています。だからそこの入り口になっているのがこのリーグになります。レスキューリーグでは日本国内だけでなくタイから参加したチームもありました。So for our lab, pretty much we are working on the medical robotics and rescue robots. We like to keep our standard for the rescue robot to still become the winner here. But anyway, we wish that we will employ our robot for the real use, and that would be useful in the real field. Yes. 街全体など広い範囲での災害時シミュレーションを行うのがレスキューシミュレーションリーグです。コンピューターの中で仮想的に大きな大災害を起こしまして、その中でロボットたちが災害救助をするその戦略ですね、どうやったらその災害が抑えられるのかっていうのを競っていくような、そんな競技になります。このシミュレーションは基本的にリアリティをかなり追求してますので、本物の地図を使って、で例えばその避難所の位置とかも本物の位置をちゃんと使ってるんですね。今までだと過去の経験からこのぐらいだろうということを想定して災害救助というのを行ってきたんですけれども、こういうシミュレーターを使うことによって、その想定外を全てなくしてシミュレーションができるというのがポイントになると思います。将来のロボカップを支える子どもたちのためのリーグもあります。それがロボカップジュニア。ジュニアという活動はですね、我々その50年先というのを目標、今からだと40年先になりますけれども、その時にじゃあ私たちいくつなんだろうって話を考えるとですね、サッカーのユースとかと同じようにですね、最初の頃ジュニアに参加してた子どもたちが、実際に大学に入ってロボットの研究室に入ってですね、取り組んでるっていう話もいくつも出てきておりますので、実際我々の活動が実りつつあるということを実感しております。